はい、皆さんこんにちは。坂キャットしてございます。10時45分でございまして、7月は26日水曜日ですね。暑い、千代田区33度でございまして、この部屋は31度ですね。ますますしなびてきますね。もう自分のね、顔を鏡に見て、うわしなびてるわと嫌になってくるな、お前も。まあしゃあないよね。もうあの最近だんだんね、ちょびっとずつ痩せてきたんですよね。やっぱりね、ちょびっとずつね、食べる量が減ってるんですよ、年とともに。最近またもう一段減ったかなっていう感じがしてね、やっぱり痩せてくるんですよね。この辺痩せてきて、いえなと。こんなん言うてもね、食欲ないんですよ。酒は飲みたいと思うんですけどね、飯を食いたいとはあんまり思わないんですよ。ちょびっと食べたいんですけどね、美味しいものをちょびっと食べたいという感じですね。さて行きましょう。水曜日でございまして、日経平均はマイナス67というところですね。ドル円はですね、今日はちょいと円高ですか、これは 141.14 ということでございまして、香港ハンセンですね、昨日朝食上がりました。今日は80ほど下げています。他にですね、原油高いね、原油 79.28 で80いこうとしてるんですよ、ほんまに。えらい迷惑なんですけど、原油高なってね、日本にいいことなんもないですからね。行きましょう。ドルウォンでございまして、忙しいことでございまして、1282って、昨日1270キロぐらいがまで行ってたような気がするんですけど、忙しいことでございますね。今日は開けた途端にわっと戻されて、今1279、あ、82か、忙しい、忙しい、はい。行きましょう。本題は昨日のですね、夜あたりから大騒ぎになってまいりました。これは産経新聞、昨日の20時13分ですね。中国の秦剛外相を解任、同姓不明から1ヶ月、後任に外交トップワン・イー氏、日本語で読みますと大きいです。秦剛さんは日本語読みでございまして、チンガンやったかな、向こう読みでも、もうね、お会いすることはない、お会いというかお見かけすることはないでしょう。さよならというか、さよならバイバイチンガンという感じですね。中国の立法機関全国人民代表大会全人代常務委員会は25日に北京で会議を開き、秦剛国務委員兼外相57について外相職を解任し、後任に外交担当トップのワン・イー共産党政治局員、こいつ69になるんですか、もうええ年ですね、ワン・イーを当てると決定した。中国国営新華社通信が伝えた秦氏の動静は、6月25日にを5日を最後に1ヶ月にわたり途絶えていた。もうぜひ行きましょうね。新華社の報道は秦氏の解任理由について触れていない。秦氏が今月中旬にインドネシアで開かれた東南アジア諸国連合 ASEAN 関連会合への出席を見送った際、中国外務省報道官は身体的な理由で出席できなくなったと説明。台湾メディアは秦氏が女性問題で調査を受けているといった観測も伝えていた。これ一昨日あたりですね、ニューズウィークやったかな、秦剛はですね、あのコロナにかかったんちゃうかと、それでかっこ悪いから発表できないんやという観測も出てましたけど、コロナにかかったんであればですね、悪化してね、命を落とさない限りいずれは出てくるわけでしょう。ところが解任となったわけでして、ですね、急病で亡くなったんだったらそういうふうに発表するはずなんですね。だからですね、生きたまま解任ということですね。どっかに言い張るわけですよ。どっかで怖いお取り調べを受けてるか、もうすでにそれが終わって掘り込まれてるか、どっちかでしょうね。あるいは閉じ込められてるか。秦氏は外務省報道官や外務次官、駐米大使などを歴任し、昨年末に外相に就任。昨年末でしたか、今年3月ちゃうの。
今年3月から国務委員副首相級を兼任していた。秦氏が表舞台に出なくなってからは、王氏が代役を果たしていた。王氏は秦氏の前任として2013年から22年12月まで、まあ約ですね、9年、10年か、まで外相を務めていた。外相職の兼務は一時的なものにとどまる可能性がある。外相には中国共産党の劉建長、中央対外連絡部長59の起用も取り沙汰されていた。習近平国家主席が起用したものとみられ、秦氏が更迭になったことで異例の3期目入りを果たした習氏の権威にも傷がつくことが避けられないと指摘されているということでございます。これにはですね、いろんな意味がございます。まずですね、就任して間もない半年経って、半年ぐらい経ったのかな、去年末であれば、就任して半年の外務大臣がですね、更迭されると、解任されるということは異例でございます。で、まずその理由ですね、台湾の報道ではですね、香港の美人ニュースキャスターに子供を産ましたということになってまして、その美人ニュースキャスターがイギリス留学をした再現でしてですね、これが英米のスパイではないかと言われています。でその英米のスパイとですね、こうできてしまった、お前なんやねんと、お前共産党員やろというそういうことでですね、解任されたという説が流れています。多分そうでしょうね。なんで今頃はもう自由は剥奪されているんではないかなと思われます。の香港の美人ニュースキャスターさんはアメリカへ逃れて子供を産んだということでございます。まあそれで解任ということですね。でその次にですね、この秦氏という秦剛さんという方はですね、異例の出世で外務大臣になったわけですね。じゃあその異例の出世を誰がやったんかというと、これは習近平なんです。習近平が引っ張り上げたと言っていいでしょうね。で、引っ張り上げた習近平に日本語で言えば任命責任があるでしょうということになりますね。お前が引っ張り上げたのがスパイやったんやと、スパイと通じたんやと、どないしてくれんねんほらっていう感じの責めを受けるわけですね。これから習近平はもちろんそんなことあからさまに言うとですね、もう次の日にはいなくなるんですけども、あからさまには言わないですね。みんな人は人とですね、ちょっと習さんなどうしちゃったよあの人ほんまにとか、新さんどこ行かはったん、誰か知らんのみたいなですね、そういうことをやってですね、あの新さん日焼けた誰やったかなって、なんか思い出せへんねんけどとかって、まあそういうね噂をバタバタとやるわけですね。そうするとですね、習近平の権威が傷つくと、まあですね、よろしくはないですね。はい。さらにその次ですね、3番目の影響はですね、この秦剛さんという方が大変アメリカにですね、人脈を持ちだったと。つまり中米大使を経験して、その中米大使の期間中ですね、いろいろ人脈を築いてですね、アメリカ側に受けがいいんですね。でこれをわざわざですね、外務大臣に引っ張り上げたということはですね、習近平3期目でですね、まあもつれにもつれているこの米中関係というものをですね、なんとか改善したいという思惑があったんだろうと言われています。まあそれがこけてしまったわけですから、まあ習さんにとってはですね、二重の意味でですね、言いたいということですね。どうこの後ワン・イーさんがしばらく兼任なんですけども、ワン・イーさんからするとまあ部下みたいなもんですね、秦剛さんで兼任してしばらく老体に夢中ってですね、69歳でですね、外務大臣を兼任ということになります。そのだから何ヶ月かしたらですね、この劉さんですか、この劉建長さんという方がですね、外相に上がるんちゃうんかと言われていますけども、まあまあそれもね、めんどくさい話ですね。共産党の場合はですね、手続き重視でございまして、人民なんたら大会とかというのをまだ開いて、ですね、決めるんでしょうね。はい。その人事を承認するという形式を取らなければなりません。まあここでまだちょっとですね、中国の竹のカーテンの向こう側でですね、習近平、習近平って言ってですね、うごめくんちゃうんでしょうかね。なぜ習近平さんやり方が強引すぎますから、敵だらけだと思いますよ。
あの習近平派以外はもう敵だらけになってると思います。まあここでだからですね、ちょっとあの敵質になったこう周りの反対派はですね、今のうちは攻めんでとやるかもしれませんね。はい、ということでこの産経新聞のアドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。